YouTube をご覧の皆さん、どうも京一郎と楓です。今回は前回ね、3人で初めてのチーズフォンデュっていう動画を撮ったんですけどもね、チーズフォンデュと落ちた今回チーズフォンデュじゃなくて新たなことに挑戦しようということで、みんな多分やったことないんじゃないかなっていうあんこフォンデュを今回挑戦したいと思います。タマルブサマルブバセンデュチャンネルフォンワッテレ、今回私とてもあんこフォンデュに挑戦したいと思っております。みんなが楽しめる動画になるよう今回も頑張っていくぞということでしたのでね、まあ、最後になんか一言皆さんに向けて、うん、それじゃスタート、しゃべんのかい。分量通りに作ってください。あ、水400だからこんなもんだろ多分。うんうん、めちゃめちゃ砂糖入るね。240ってすごくない？じゃあちょっと早速味見の方してみたいと思います。さあさあさあ、どないでしょう。あんこだね、うまい。それじゃあ早速あんこフォンデュいってみましょう。いきましょい。じゃあフォンデュの王様からいってみたいと思います。いいね、プチッシュ。わすごい怪しいな。チーズケーキの味する。え、嘘だ。チーズケーキの味するってほら食ってみねえか。嘘、チーズケーキの味するって。チーズケーキの味しない、うん、これさ、シュークリームにチーズ入ってるからね。入ってないでしょ。あ、チーズ仕立て。このドーナツ、なんかあんこ自体の味がなんかすごいトロトロしてるから優しい、うん、ね、うん、うめえ。あんこドーナツね、普通にいけると思うんだよな。あ、いいね、あんこドーナツ、うん、怖えな。あんこは弱えのかな。あんこ弱えな。はい、全部は入れないでね。やると思った。あー、ちょっとやばいこれ。とろみがすごいね。ドバってつくよきっと。これはもうつきますよ。あ、重いね、あずきがね。うん、うまっ。あ、ほんと？うん、すごいチーズケーキの味する。ちょっと多いな。早いね、これ早い。やばい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 。ホットミルク。うん、お口の中にアリの巣できそう。口の中にアリの巣できそう。虫歯の進行速度7億倍にも早めそう。あ、急に吐いたなってきたからくそー、ね、あ、でもなんかほんと色だけ見てたらチョコだよね。うん、チョコレートチップ、すごいうまそう。なんかお、色はほら、うん、だいぶ完全にチョコチップだよ。あ、そういうやり方っていうね。なんだろうこれ、かりんとう食った後味みたいな感じですごい似てんな。あ、うん、まずくもないし、うまくもないし、あと食材と食材が絡み合うこともないんだよね。なんかね、うん、自己主張が激しすぎるね。どうだったのか。うん、あんまり美味しくなかった。じゃあさ、うん、このさ、もうすでにあんこが中に入ってる製品でもう安定じゃん、こんなの。こういうこと？そう、黒ごまもなかとかさ、うん、もう絶対美味しいじゃん、うん、それで美味しかったってやろう。 OK！ いわばもう追いどら焼きだよね。いや、追いあんこ、そういうことね。そうそうそう、そういうことよ。バニラアイスとの相性ね。うん、あー、いいね。絶対うまいから、こんなありだね。あ、でもなんか、なんか、なんかミスタードーナツ。そうそうそう、ありそうありそう。半分だけチョコかかってるやつは絡み合う気がする。おー、それうまいんじゃない。全部あんこだ、これ。え、やっぱ挟めてるくらいがええやん。
あが表も中も外もあんこよ。これはほらさすがにバニラアイスだから甘くて涙出てきた。なんかほらこれはもう、もう見た目がやっぱさほらすごい美味しそうなんだよね。ね、もなかもあるしアイスもあるし、そうそこにあんこだよ。いける、これだけ食べたいね。邪魔。俺どやけすだからね。ほんと？もう全部あんこじゃない。もうすごくない、全部あんこになったくない。羊羹食ってるみたい。そう、羊羹、羊羹だ。そう、羊羹になった。何これ、羊羹だったどら焼き。あんこ本人は失敗やてね。避難したあかんね。絶対あかんわよ。結果あんこフォンデュは失敗というわけで、皆さん、あんこフォンデュはやっぱりレイカの恐ろしい発想だったがためになかなかちょっと本当に危険なものでしたね。うん、あんこに合うものが少なすぎる。うん、あと喉がすごくイガイガする。イガイガするね。なんか豆のまんますごい周りにビシーって生えてるみたいな。不実も見たくなってた。というわけで皆さん、もしなんかこれあんこ入れたら美味しい、多分しばらくこれうちにこのあんこ残るからちょっとつけたらうめえんじゃないかっていうのをコメント欄に教えてください。マジです。以上、京一郎と楓とレイカのあんこボンリューを食べてみたでした。バーンガチューン。